では激辛ジョニス今日はもうみんなの足に火をつけちゃう。やってきましょう。はい、というわけでついにこの日がやってまいりました。大晦日の埼玉スーパーアリーナで開催される赤からグランプリの予選会に本日は来ております。こちら銀座にあるんですけど、まあ綺麗ですね。高層ビルが並ぶところに、あれお前は誰だ、見たことある顔だな、同じ席に座ってたな、ひょいとザモンガズです。いただきます。お久しぶりでございます。お久しぶりだ。パフェが大好物のバカブルの味じゃねえぞ。あ、高円寺以来ですけども。そうだな、あれからだいぶじゃあ結構修行を。いや、それもちろんよ。今回はなんと、前回ですね、赤からの、15からを、挑戦しましたけど、今回は20からと、はい、これさらに辛さがアップし、火を灯して熱々の辛鍋ということで、今回20名ぐらいいるんですけど、この中の上位3名が、決勝にいけると思う。はい、意気込みは。もう俺はもう上しか見てないから決勝で叩き落とす。共に鏡を目指そう。やってやろうじゃないか。今日はもう赤からかける雷神だから。いや、意味ない意味ない。むしろ食べづらい。大会のルール説明に移らせていただきます。目の前に用意されておりますのは、本日の予選会用の特別な赤から鍋、20から 1.5 人前になります。はい、先ほど社長もおっしゃっていたように、とても熱くなっておりますので十分注意してお召し上がりください。そしてこちらをいち早く汁まで完食された上位3名の方が、12月31日に開催される決勝大会へ進出となります。これは辛いです。これは辛い。やってやりましょう皆さん。全然関係ないけどね。俺はこの日のために修行してきた。よし、行くぞ。よろしいですか。はい、レディーゴー。よいしょ。赤からライズの前に行くわけや。さあ、お手並み拝見ですよ。行ったのけ。おお、なんだこの内国色の鍋は。まあそうじゃねえか。どれくらい大根入ってんぞ。いいんじゃこれは。フレートパワーが。頑張って。
YouTuber の藤田ジョニーさんです。こっちもですね。すごい。ちょっと、ちょっと、見たくないですね。行くぜ、頂点取るぜ。はい、はい、はい、来ました、来ました。来ました。よっしゃ。はい、しっかりやった。やった。1位激辛ジョニーさん1位です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 1位激
キッカージョニーさんの、5分0693で、2位がですね、今井さんのですね、5分06、5分0977で、3位がですね、佐藤さんで5分56秒でございました。惜しくも4位だった方5分57秒で、ほんと僅差決めますんで、10位までやったあれ俺言ったでしょ、お水を見てほしいから。そして第3位、5分56秒、エントリーナンバー10番、佐藤様。おい、無理やめ、おい。なんで俺、勝てなかったんだ。くそ。くそ。通過ということで、埼玉スーパーアリーナの切符を獲得しました。頂点狙っていきたいと思います。大さん、どうだったんですか。最高の戦いだったぜ。フライパンを上に行った。まだ終わってるんだ。俺の中でまだ決勝戦続いている。終わってるよ、ジョニー。素直に決勝頑張れ。よし、俺はお前の最高のマブカラとして崇めている。高みを目指そう。うん、待ってろ、埼玉スーパーアリーナ。